ボロボロにして履いてくれっていう一応コンセプトらしいんですよ。ああ、なるほどね。うん、まあじゃあ引きずんなきゃダメだ。そうそうそう。にしてもちょっとやりすぎかなっていう。うん、ちょっとね。折るわけにいかないしね。まあ俺だったらちょっと一回裾上げして、さすがにこれは不快な引っかかり具合だ。そうだね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はあのいつも茶屋くんではなく大先輩の峰さんがねちょっと手伝っていただいてるということで、はい、ちょっとあのコメントは峰さんが読んでくれる、ね、はい、はい、頑張ります。お願いします。はい、なのでちょっと遅くなっちゃいましたね。初めてじゃ紹介していこうかなと思います。まずワコンアリアからじゃあ紹介していきます。随時質問とかあれば、あと関係ない質問でもね、うん、大丈夫なんで何でもお願いします。はい、何でもお願いします。じゃあ今週は56タトゥーのコラボの商品がね発売になりました。でまずロンティー、はい、白と黒2色展開で、久しぶりにねこういうちょっと一回数年前にこう、うん、袖プリのロンティーとか流行ってたじゃないですか、うん、なんか今はまた新鮮ですよねこういうのがっつり袖プリ入ってるロンティー、ね、なんかレイヤードしてこう T シャツからこう出すのもかっこいいし、うん、まあ、そういう着方もありかなっていう56タトゥーのロンティーですね。56タトゥーのこのアイコンでやるこのスカルですね、角がついてる鬼スカル、うん、これがプリントされたロンティーです。で胸にプリント入ってますね。後ろはなしです、ね、はい、で白と黒2色展開でお値段が1万3200円です。スカル好きの俺としてはたまんないデザインですね、はい、でそして次こちら、コットン素材のジャガードニットですね。ジャガードっていうのはまあ織りでこの柄を表現することなんですけど、うん、ジャガード織りのニットです。でまあ厚さもね程よくちょっとこうタフな厚さがあるんで、うん、結構ラフにスウェットとかロンティーぐらいの感覚で着れるかなと思います。でも洗濯もコットンなんで、まあ、ある程度ガシガシしちゃっても大丈夫ですね、うん、まあ、引っかかりさえ気をつければ、うん、なんか一緒に洗うものがねジップついてたりとかそういうのするとこう引っかかったりとかする可能性はあるんですけど、だまあネットとかに入れて洗えれば大丈夫かなと思います、うん、まあこれに関してはちょっと俺も買ってるんで、これ俺がまず人柱となってね一回洗ってみようかなと思いますんで、まあちょっと続報を楽しみにしてください。はい、これジャガードニット総柄ですね、うん、はい、でうちはこう黒だけですね、お値段は4万700円です、はい、であとはねキャップがあったんですけど、いや今日すごい売れたっすね。うん、キャップすごい勢いでめちゃくちゃ売れましたよね。なくなっちゃう。そうなんですよ。もううちちょっとブラックとブルー両方とも完売にはなっちゃったんですけど、じゃあちょっと実物が今ここにあるんでこれですね、はい、シックスパネルキャップで後ろはベルトで調節できるタイプになってます。でここにもちゃんとプリントとか刻印が入ってますね。であとは特徴としては、まあ、ちょっと深めですかね、うん、なんかあの芯のないローキャップとかに比べればちょっとこう深めの高さがあるような形 でこの前の2つのパネルにちゃんとあの芯が入ってるんで、うん、綺麗な形が出るようなキャップになってます。はい、で前は刺繍です。これがブルーの方ですね。ブラックの方はもうちょっと物がないんで紹介はできないんですけど、人気でした。これ8800円でした。はい、安い。安いですよね。安い。でこれからまだでもニューエラのキャップとかが出てくるので、うん、ちょっとキャップまだ狙ってるよっていう人はそっちを狙ってみてもらってもいいかもしれないですね。うん、そうだね。ただまあ今回のキャップも早かったんでニューエラもまた今年も早いのかなとは思うんですけれども、はい、うん、そうですね、ちょっと狙ってみてください、はい、あと靴下、定番のスケーターソックスですねがまた今年も入ってきましたんで、白と黒で、全部では5色展開だったんですけど、うちはまあ4色で展開してます。はい、まあ、紹介します。まずこの白にパープル、濃いパープルのライン入ってるやつ、
はい、白にライトブルー、はい、白にイエローと、まあ、定番の、うん、白黒、はい、でこれがまあ黒も同じ色展開でありますよっていう感じです。お値段は、2640円。結構これもね、あの早くなくなる商品なんで、うん、こんばんは、今日も面がいいです ね。ありがとうございます。面っていう言い方がね、ちょっと暴力的ではありますけどもありがとうございます。はい、次紹介していきますね。次クーティー、あとはあの一個一個着たりとかするんで、ちょっと一回ざっと紹介していきます。はい、こちら、ペインターパンツですね。結構ワイドなペインターパンツなんですけど、はい、こちらはリジット久しぶりのリジットで、うん、まあ本当ノンウォッシュですね。これはバキッとした綺麗な形で、でストレートなワイドのシルエットですね。で特徴としてはやっぱこうペインターパンツっぽくちゃんとこうあのねポケットがついてたりとか、うん、あとはこの白のステッチ、ね、これがやっぱ結構特徴的で、うん、でこれ履くとかなり立体的にもなるし、デザインとしてすごい成り立つんですよね、この白いステッチが。で本当にこれは展示会で履いた時にシルエットがめちゃくちゃ綺麗だったんで、ちょっとこう太いデニムとか綺麗なパンツ探してる人はちょっとおすすめなんで、これは後で履いてみようかなと思います。インディゴもね、なんかちょっと独特なインディゴの色なんですね、うん、普通の生デニムだともっと濃いじゃないですか、うん、でもちょっと最初からこう薄めのインディゴで、はい、でお値段は、25,300円になります。はい、まあ、あと履いてみます。なんか来てましたコメント、ますますイケてますって。あ、ますますイケてます。あ、今日もますますイカしてますって。仕事中なので少しだけですが参加できて、いや本当にいつもありがとうございますね、直人さん。いつもこう言ってくれるんですよ、直人さんは。素晴らしい、はい、仕事途中にちらっと来てくれて褒めて帰ってってくれるっていう、本当にね、ありがたいです、ね、素敵な人。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、で次マインデニム、はい、これ俺結構今季ね 1,2 番ぐらいで良かったデニム入ってきました。これまた面白いですよ、これジャイアントバギーデニムっていう。でこれはね、まあ、ハイブランドのコレクションとか見てる人だとあれなんですけど、2年前くらいかな、1年前2年前ぐらいにセリーヌでエレファントデニムっていうめちゃくちゃ太いデニムが作られたことがあったんですよ。まあ多分その辺のちょっとイメージなのかなっていう、もうめちゃくちゃ太いデニムです、これ。太い、尋常じゃないぐらい太いです、はい、でレングスも長め で最初からちょっとこうボロボロの加工がされてるんですよ、うん、いいですね。で色味もね、ちょっとインディゴの方はこう土っぽい茶色の色落ちしてて、うん、でこれ履くとすごいかっこいいんで、はい、でこれインディゴとブラック2色展開で、で今俺ブラック履いてるんで、ちょっとこうジャイアント具合をね見てもらえればなと思いますね。ちょっとカメラ映してもらっていいですか、ちょっと下で。ありがとうございます。これです、これ、このジャイアントバギーデニム、すごくないですか、この太さ。めちゃめちゃ太い、めちゃめちゃ太いですよね。うん、太い、はい。メーカーさん曰く、もう本当にこう引きずってボロボロに履くみたいなのが正解みたいなので、もうでもこのデニムねすごいいいんですよ。やっぱこうパンツね、デニムなんでパッと見はなんかそんなにこう派手な印象はないんですけど、でもやっぱシルエットが面白いんで、ちょっとこうなんかシンプルなスタイル、上がね例えばこう無地のセットとか綺麗なニットとかそういうの合わせて下ドガンみたいな、このそういう組み合わせが個人的にはおすすめかなと思いますね、うん、今まあちょっと今回上は総柄のニットですけど、まあでもこういう合わせもいいっすよね、うん、全然いいよ、はい、うん、こちらジャイアントバギーデニム172センチ60キロで、これは、30ですね、30インチ、
ウエストは結構大きいですけど、まあ、ギャンと絞って。そうだね、はい、で一応タックが入ってます、うん、はい、ジャイアントバギーデニムブラックです。これはでお値段の方が、46,200円になります。まあ、ちょっとパンツにしては高めではあるんですけど、まあでも本当パンツって超重要な要素だと思うので、うんうん、そうだね、パンツ決まるとね。そうですよね、うん、なんか 楽じゃないですか。上は結構何着ても、うん、何着ても様になる、うん、様になるし、うん、で大先輩も言ってるんで間違いないかなと思いますね。はい、ジャイアントバギーニングです。あ、ちなみにこのニットは今 L サイズです。俺、はい、M でもいいんですけど、ちょっとこうスウェットっぽいね、ゆるっとしたのがいいなと思ったんで、俺 L サイズ着てますニットは、うん、はい、 L サイズです。コメントが来てますね、はい、ロットワイラーの新作パラシュートパンツ購入したのですが、太めの裾絞れるパンツの合わせ方や履き方のアドバイスをください。あ、 OK です、了解です。うん、OK です。太めの裾を絞れるパンツ、うち今あるのだとクーティー、まあちょっとこういうクーティーのパンツなんですけど、うん、まあ多分裾を絞れるパラシュートパンツってことはちょっとこうアウトドアテイストというかスポーティーな感じの印象だと思うんですよ、うん、まあこれもそうなんですけど、なのでまあ上はなんかちょっとこう綺麗めなのを合わせたりとかした方がいいかもしれないですね、うん、なんかちょっとアウトドアとかカジュアルなもの属性じゃない服を合わせたりとかすると、うん、ものすごくそこの際立ってアクセントになってくれるかなと思って、うん、まあこれからの時期だったらちょっと多分コートにねそういうトラックパンツみたいなの履くとかはすごいかっこいいですよね。うん、かっこいい。で、あと靴もまあスニーカーでもいいんですけど、スニーカー履くんだったらちょっとこうレザーのスニーカーにしてみるとか、うん、まあボリュームあったとしてもこうオールバックにしてみるとか、うん、あとはまああと本当革靴合わせてみるとかね、うん、めちゃくちゃドレスシューズみたいなのだとちょっとあれですけど、まあちょっとこうぽってりした革のシューズとか履いたりとかするのはかっこいいんじゃないかなとは思いますね。太めで裾絞られてるってことはこう丸みのあるボリュームが来るんで、まあ、靴もある程度こうボリュームがあった方がバランスは取りやすいかなって、うん、そうですよね、うん、思いますね。大先輩がこう言ってるんで間違いないかなと思います、うん、そうですね。だからまああと上もちょっとゆったりめの感いいかなと思いますね、まあ、これからの時期だったらだから、まあ、綺麗なシャツを上に合わせるとか、うん、まあ、あとニットを合わせてそのパンツ履くみたいな、うん、コーディネートがかっこいいような気がしますね。まあスウェットとかが合わないって言ってるわけではないんですけれども、うん、まあ、スウェットとか着るんであれば綺麗なスウェットとかを意識する方がいいかもしれないですね。生地がちょっと綺麗めだったりとか、まあシンプルなデザインだったりとか、うん、うん、のがいいんじゃないかなって思います。はい、はい、こんばんは。ウエストをどれぐらい持っておりますか、うん、はいはいはい、はい、身長体重が似てます。ああ、ウエストは結構余ってます俺正直。めちゃめちゃ余ってる。はい、めちゃめちゃ余ってるんですけど、ただ俺の身長体重だったら俺30がいいと思います。うん、はい、なんかウエストに関してはまあどこで履くかにもよるんですけど、うん、今はあの俺買う時はこれ裾上げするんですよ。で今裾上げしてない状態なんで、だからめちゃくちゃ上で履いてるんで、すごい細い部分で今履いてることになったんです。もうへそ上10センチぐらいですよ今俺ウエスト、うん、履いてる位置。もうちょっと下で履くってなるとそんなには余んないかなとは思います。まあどんぐらい余ってるか見せるか、うん、こんぐらい、拳そうですね、拳1個ぐらいだね。はい、でも正直ちょっとこういう太いパンツってウエスト余ってる方が綺麗な場合があって、うん、というのもこうベルトとかで縛った場合にこの余った部分がさらにタックみたいな感じで調節できるんですよ。もともとタック入ってるんですけど、プラスこの余りの部分を前に持ってくるんですよ俺のおすすめは。そうすると
ここにさらに深いタックみたいなのができて、うん、よりこう横のシルエットとか前から見た時のこのシルエットが綺麗になるんで、うん、なんかウエストジャストで合わせるっていうよりかは、そうですね、もうほんと下のシルエットで選ぶ感じでいいのかなとは思ってますね、うん、あとちょっとこう余らせる意識はしてた方がなんかこうかっこいいのかなとは思うんですよね、うんうん、股上も結構深めではあるんで、まあ、これを使ってインするスタイルとかもかっこいいかなと思いますね、うん、こういうちょっとインする感じでいいのもかっこいいかなと思います、はい、ジャイアントバーディー超絶おすすめです、はい、身長体重似てるといいですよね、参考になりますよね、ありがとうございます、うん、こんばんは、こんばんは、皆さん本当コメントありがとうございますね56タトゥースタジオのロングスリーブ T シャツのブラックサイズ何残ってますか？ L と XL で残ってます。まあ、それも着てみますか一回。そうだ、はい、で一旦ちょっとパンツを履き替えます。俺これに履き替えてあのロン T 着たりとかしてみます。これいいね、それかっこいい、かっこいいっすよね、うん、もうミエさんに言われるとちょっと安心します、ね、そんなことないでしょ。いやいやいや、まあ、ミエさんはもう超絶ベテランですから。まあ一応ね、はい、28年やってますから。28年大先輩どころの騒ぎじゃないですからね、本当にいろんな系統のショップを、そうですね、渡り歩いて古着屋からね、古着屋からアウトドアから、アウトドアから帽子屋から帽子屋からいろいろ経験してます。経験してますよね、はい、価格帯もさまざまだし、さまざまな価格帯と、うん、あ、いいっすね、多いっすね、うん、もうちょっとまあ緩いっちゃ緩いんですけど、うん、はい、クーティのペインターパンツ履いてみました。いやこれすごい綺麗なんですよ。はい、これです。これすごい綺麗。綺麗ですよねこれ。うん。なんかペインターパンツってもっとやぼったいイメージがあると思うんですよね。うん。でもなんかこうリジットでちょっと光沢があるし、生地もこうパリッとしてるし、あと何よりこう目が細かいですよね。うん。なんかでカジュアルなデニムってこうもうちょっと糸太かったりとかして、うん、ザラッとした粗い感じなんですけど、目細かい、なんかつるっと光沢のある感じの生地で、うん、で綺麗なこの太いストレートシルエット、なんで普通通常ペインターパンツよりもものすごい綺麗なコーディネートとかにはまるような、うんうん、全然やぼったくない、やぼったくないですね、うん、でこの白ステッチですね、うん、いいですね。でこれで、172cm、60kg で S サイズ入ってます。 S でもまあウエストは緩いですけど、うん、まあでもこう履き込んでいくとまた雰囲気変わりますね、リジットなんで、うんうん、これいいっす、いいっすね、はい、綺麗、めちゃくちゃ綺麗、多分綺麗なポイントここですね、お尻周りとかはかなりスッキリしてるんですね、うん、この辺も結構スッキリしてるのに、その下が太いっていうこのシルエットが、うん、そうだね、うん、今っぽいシルエットの、うん、綺麗なシルエットですね、うん、うん、です。でちょっとロンティー着てみます。はい、黒って言われたら黒にしましょう、黒ですね、こうクーティー、あ、こちら、こちら、うん、ウエストゴムパンツ類、表記は最大値の表記でしょうか、はい、あー、ウエストゴムのパンツはあれ何センチから何センチって書いてないんでしたっけ、書いてないんであれば多分最大じゃないと思いますね。どういう表記になってるんですかね、ちょっと今大先輩に検索してもらってますちょっとここもあの適当なことは言えないんで、ね、正確に少々お待ちください。
あとクーティーとアコマリアの、次のスポットが今予約受付中です。で店頭で一応情報もお見せできますんで、興味ある方はぜひ見に来てください。この最大値じゃなさそう。あ、最小値ですねこれ多分、うん、あの広げてない状態の数値だと思いますこれは。なんでこっからまあそんなにこうめちゃくちゃビヨビヨ伸びるゴムのパンツとかあんまりないんで、うん、まあでもそれでも結構上の余裕はあると思います。最小値です、うん、そうだね、うん、プラス5センチぐらいとか考えてもらえるといいのかな、うんうん、最小値ですね、うん、最小値、はい、最小値です。はい、ロンティは172センチで、これは L サイズですね、まあ、L でも結構十分ゆったり、うん、で、あとちょっとこう丈長い感じのシルエットですね、うん、いいですよね、うん、いい。こういうなんかオーソドックスな合わせもいいですね、うん、ロンティーにこうペインターパンツみたいな。そうだね、新鮮な感じがするね。新鮮ですよね、うん、久しくそういう感じ見てなかったからね。かつでもこう今のシルエットで構築されてるっていうのがやっぱこうポイントですね、うん、やっぱパンツの与える影響は相当大きいと思います。別に今ロンティーは昔と変わらずのシルエットではあるんですけど、うん、やっぱこうパンツを変えるだけで全然全体の印象って本当ガラッと変わるんで、うん、やっぱパンツの重要さ、今っぽくて今っぽいですよね、うん、このぐらいの全体ぐらい、はい、いいんじゃないかなと思います。まあ俺は L サイズでいいかな、ロンティーは。そうだね、はい、サイズ見るとね結構丈長くなるんで、XL だと、うん、まあ、今でもちょっと長めではあるんで、あとこう袖が溜まりすぎちゃうと下のスカル消えちゃうかなという。そうだね、ギリギリこうスカル見えるぐらいなので、うん、的にはいいかなと思う。いや、いいな、ロンティーも。いいね、はい。あ、直人さん、はい、直人仕事に戻ります。あ頑張ってください。すいません本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。直人さんの質問もしっかり答えておきますので、あとよろしくお願いします。お願いします。あげますんで、はい、頑張ってください。おこもりや、はい、フィフティーズシャツブラック L、はい、あれば着ていただけますか。 OK です、着てみます。あれブラック L ってまだあったんでしょう。あ、そぶった。これ M ですね。あ、もうない。店頭にあるんじゃなかったっけかな。ありました。今してみますんで少々お待ちください。少々お待ちください。ありがとうございます。参考になりました。あ、よかったです。ロンティー欲しいので近日にお店に行きたいと思います、はい、あ、ぜひぜひお待ちしております。お待ちしてます。56タトゥーシリーズやっぱ人気で、ワコマリアのオンラインの方ももう全部在庫なかったですね、うん、ロンティーもこのニットも在庫なしだったんで、ちょっとお急ぎください。そうだね、うん、うん、油断してるとね、あっという間になくなっちゃったりするから、そうなんですよ。じゃあ今あとフィフティーズシャツの L サイズ着てみます。フィフティーズシャツは俺ちょっとやっぱタンクトップの上に着たいんですよね。なぜ。いや、なんかこうセクシーさ出るじゃん。あ、セクシーさね、はい、シャツ系は俺結構タンクトップの上に着たい。ああ、そうなんだ、はい、まあ、T シャツ上とかからも着ますけど、うん、基本はでも俺結構こうタンクトップの上に着たい派なんですよ。セクシーさもね。セクシーさ、そうそうそう、必要だね。必要ですよね。男たるもんね。俺はもうちょっとあれだけど。いやもうなんすか、皆さん、なんもないですよ。おじさんがそれたらちょっと気持ち悪い。いやいやいや、ほんの、みねさんはいいっすよ、全然。はい、フィフティーズシャツの L サイズですね。172センチで L サイズ着用します。まあ、基本 M が多いんですけど、うん、でも自分もワコマリアのやつは L 買ったりとかもするんですよ、まあ、こんぐらいでもなんかパンツが太いスタイルとかだったら全然
問題ないかなと思います。そうだね、はい、うん、あとねちょっとこうクーティーとかと合わせたりとかするであるこのぐらいのバランスでもいいのかなと思うんですよ、うん、はい、はい、これで L サイズです。今季ちょっと丈短くなってるんで、そうだね、前のやつよりも L サイズでもこう違和感はなくなってくれてるかなと思います、うん、あとまあ生地も変更になってますね。ちょっとテンセルっていうかなり前よりあリオセルよりかちょっとしっかりめの生地になってますね、うん、少し硬め、そうですね、少し硬めで、うん、ちょっとこうボックスシルエット際立つような形になってます、ね、うん、これいいんじゃないですか。これでも全然問題ないかなと思います、うん、生地は今の方がいいかな。俺も結構こっちの生地好きなんですよね。ね、はい、あのクローゼット入れるとね、あ、そうですね、シワシワになっちゃったりするから、うんうん、あと多分テンセルだと洗えるっすね、うん、はい、気使わずにそこがいいかな、はい、こうっすね、うん、おすすめはやっぱりタンクトップにシャツですね。まあもうこれからの時期だとちょっとヒヤッとするかもしれない。ちょっと寒、もう無理だよ。無理さ、急に寒くなってもう俺はもう首元冷えるとかもう難しい、ね、体調不良につながりますからね。いや、もう体のすぐ風邪ひいちゃうから。そうですよね。いや、ありがとうございます。あ、いえいえ、シャツですね。ありがとうございます。こちらこそいつも見ていただきコメントしていただきありがとうございます。まあ、あの紹介するものは以上です。なのであともらった質問に答えていき終わりたいなと思いますので、追加で、はい、質問もお待ちしておりますので、あ、可能でしたら、はいはい、後ろのクーティーのトラックパンツ、うん、着てほしいです。あ、OK です。着てみましょう。ロンティーのクロエルって在庫まだ余裕ありますか。余裕というか、まあでも残り2個しかないんでちょっと余裕はないかもしれないですね。そうだね、はい、ちょっと余裕あるっていう数ではないかもしれないですね。そうだね、2個ずつですね、今のところ。そうだね、現在 L に XL に、そうですよね、うん、はい。なんでちょうどね、じゃあ、 あのさっき俺が言ってたこうシャツにこうトラックパンツとかいいんじゃねえかっていうコーディネートが今できるんで、いいですね、はい。まあでもこのトラックパンツ L なんでめちゃくちゃ太いんですけど、ちょっと一回履いてみます。はい、本来はもうちょっとあの小さいサイズで合わせますんで。いや、みんさん服好きっすよね、本当に。服は好きだね。めちゃくちゃ好きっすよね。うん、じゃなかったらこの業界いないね。でもなんかこう他のミネさん世代の人たちよりミネさんめちゃくちゃ買うじゃないですか。買うし、なんか新しいものもめっちゃ見てるし、うん、なんかそれはなんかすごいなと思うんですよね。単純に好きだもんね。嫁は困ってると思うけどめちゃくちゃ、しかも攻めるじゃないですか。攻める、なんかこう落ち着いた格好とかじゃなくて、うん、それがすごい似合ってるし、なんかそれはなんかいいなと思うんですよ、その後輩からすると。ああ、ありがとうございます。なんかこう自由を広げてくれてる感じがする。だってね、この年になって落ち着いちゃうとね、うん、おじさんじゃん。まあまあまあ、そうですね一応ね、そういう業界にいるからね、うん、いやでも似合ってるからな、みえさん。あ、いいっす、シャツいい感じですか。うん、まあ、ちょっと太いけどね。そうなんですよ、これ S でも太かったんで、うん、このパンツ。あ、いい感じ、はい、うん、そうですね、全身薄しもこんな感じ、はい、こういうちょっとこうトラックパンツなんだけど上はちょっと綺麗に合わせて、うん、こういうコーディネートいいんじゃないかなと思いますね。あとコート着たりで、いいですね、うん、で今、まあ、足元もちょうどさっき言ってたような、まあ、ボリュームあるレザーの黒スニーカーなんで、うん、まあ、ちょっとこういうぐらいのバランスだとちょっと、うん、太いトラックパンツとかも合わせやすいじゃないかなと思うんですよね。もちろん上全然 T シャツとかでもいいんですけど、まあ、チェックシャツとかよりかなんか俺は結構綺麗なシャツを合わせた方が、うん、なんか下際立ってかっこいいのかなと思いますね。そうだね、うん、まあどっちにね、あの注目させたいかっていうか、何を主役にするかっていう軸が大事だと思うんで、うん、
まあ、パンツは今回これに何を合わせたらいいかっていうパンツが主役の質問なんで、まあ、上はだからなんかそれをこう引き立てるような組み合わせのものを選んだ方がいいと思いますね、うん、こういう感じいいんじゃないかな。いやいいね、まあ、上は別に黒じゃなくてもね、うん、何色でもいいと思うんですけど、こういうスタイルかっこいいんじゃないかなと思いますね。はいはい、デニムのセットアップが見たいです、うん、デニムはそうなんですね。ちょっとあの上のカバーオールはうちちょっと入ってきてなくてパンツのみになっちゃってるんですよ。はい、残念なのでごめんなさい。でもなんかクーティーのスタッフさんとかがねあのセットアップを上げたりとかしてたんで、うん、ちょっとあの辺を参考にしてもらえればと思います、うん、まあうちが撮ってなかったから悪かったってことではないです。めちゃくちゃ上もかっこよかったんですけど、まあ、今回はちょっとパンツだけでいこうかなってうちは思ったんでパンツにしました。うん、今季の和子のアンチフリーズジャケットは冬は個性そうですか、本力が知りたいです。あーと本力高いです今回は、ナイロン表のナイロンは結構しっかり厚手のナイロンで風はもちろん通さないですし、うん、で内側が結構あの毛足の長いボアになってるんで、うーんレオパードのなのでまあ普通に保温性は高いですね、うんうん、はい。まあ、究極言えばだから風不正で中が温かければいいじゃないですか、うんうん、まあそれで温かいからね。そうですね。でまあ場所とかにもよるとは思うんですけど、うん、めちゃくちゃ東北の雪国とか、まあ、北海道とかだったらちょっとまたインナーは考えなきゃいけないと思いますただアンチフリーズはあとサイズ感がそんなに大きくないので、うん、普通に俺がいつも M とか買うんですけど M で着ると多分結構ジャストぐらいになるんですよ。だからまあニットとか着るんであれば薄手のモヘアとかで、あんまサイズが大きくないやつとか、うん、まあ、スウェットとかでもちょっと薄手だったりとかそんなサイズ大きくないものだったりとかってなってくるとは思うので、まあ、中着込むとかって考えるんであればサイズ上げるとかでもいいでしょうし、うんうん、まあでも上までバッチリ締めれば別に寒くはないとは思うので、うん、しかも最近暖冬ですしね。うん、そうだね。はい、なんでまあ全然冬は越せるスペックはあると思います。保温性は普通に高いです。まあダウンとかと比べればもちろんあれですけど、うん、うん、結構高めになってますね。そうですね。だからニットとか着て、うん、アンチフリーズだったら全然ありなのかなって思います。はい、じゃああと質問答えていきますね。はい、うん、今期のワコマリアのスエードトラッカー、スエードレザートラッカージャケットはサイズ感の変更はなしでしょうか。スエードのトラッカーですね。あの襟が切り替えになってるタイプのやつですね。あ、サイズ感はちょっと変更してますね。若干大きくなってますね。はい、前回と比べると、うん、はい、なんでまだその前回着たことある方なのかもしれないですね。なんでちょっと変更点はあるので、うん、まあ確実なのはもう一回着てもらうのが一番いいのかなとは思います、うん、はい。で変ワンサイズとかそういうこうがっちり綺麗に変更してるわけではないと思うので、まあ、細かく例えばこう着丈がとか身幅がとか、うん、そういう調節になってるんで、うん、なんかこう明確にはこうお伝えできないんですけど、一回ちょっと着てもらうのがいいかなと思います。ちなみにこれは今月発売する商品になってます。9月予定なので。お、はい、じゃあ間もなくだね。間もなくですね。はいですかね。はい、じゃあ、質問答えていきます。お店行ったらインスタライブを生で見れますか。まあ見れますね実際にあのこうオーディエンスとしてね、あのその時いたお客さんがこう後ろで見て笑ってくれてるとか反応してくれてるみたいなことも結構あるんで、はい、全然いれば、まあ、見れます。 見れますっていうか、まあ、見たいのかどうかっていうそもそもね問題がありますけど、はい、まあ、見たい人は全然あの見に来てもらってもいいですね。で出たい人は出てくれてもいいですし、はい、と思います。
で、クーティーのパーカーおすすめコーデを教えてください。160センチでゆるっとした感じが好きです、ね、これあの前回このジップパーカーをね、うん、買っていただいた方なので、ちょっとそれのコーディネートを教えてくれっていうことですね。はい、まあでも俺にねおすすめを聞いたらやっぱ黒なんですよ結局黒で合わせるのがかっこいいかなとは思うのは前提として、あとどういうシルエットを作るかってとこですね。いいね、ジップパーク、ちょっとじゃあ合わせてみますね。ドライテックのね、ジップパーカー、うん、はい、でもちょうどね、相性のいいパンツを履いてたんで、パンツ履いてたね、はい、これまずおすすめとして紹介しておきます。こういうちょっとゆるっとした、まあ、基本太いパンツを合わせるのが好きかなと思います、うん、まああの160センチで、まあ、この L のパーカーなんで、まず上が大きくなりますね。でそれに細いパンツとか合わせるとちょっとゆるキャラみたいなシルエットになっちゃうんで、うん、だからまあ上のボリュームにこう引けを取らないぐらいのパンツ、ただでも太いだけでカジュアルなパンツとかだとちょっとバランスが悪いので、うん、うん、まあこういうちょっとね、ほんとドカンとしたシルエット、うん、で黒で合わせるんであればちょっと表情が違うような黒を合わせるのがいいかなと思いますね。そうだね、うん、まあこれはパーカーが主役のコーディネートなので、はい、であとさっきのねペインターパンツとかジャイアントバギーみたいな、この辺が結構すっきりしてる太いパンツを合わせるのが一番おすすめです。これはまあちょっとお尻周り太くなってて、まあ、この辺からこう丸みがあるパンツですけど、もうこの辺はすっきりしてるけどめちゃくちゃ太いみたいなパンツだとよりこう綺麗なオーバーサイズ、うん、はい、上側の丸みを生かしつつ下も上のボリュームに負けないみたいな形になるかなと思うので、そういうシルエットがおすすめですね。はい、合わせるんであれば、まあインナー別にね何でもいいとは思うんですけど、でもパーカーを主役にするんであれば、うん、俺はやっぱ極力こう目が奪われないようなこう無地 T とか着て、うん、まあアクセサリーぐらいにしといて、メイクのところはなんで、ちょっとそういうシンプルで形にこだわったようなオーバーサイズのスタイルがいいんじゃないかなと思います。はい次、クーティー24AW 始まりましたが、次のカプセルコレクション25のカタログ過去情報もあるのですか？あります、今、はい、情報ありますよ、店にあるんですね、はい、ワコマリアとクーティのカプセルコレクションの情報あるんで、めちゃくちゃいいっすよ。クーティのね、特にね、あのマジカルデザインコラボがね、もうたまんないっすね。めちゃくちゃ好きですね、俺グラフィックが、まあ、スカル好きなんで、まあ、どういうグラフィックか分かると思うんですけど、スカル好きの俺がもうたまんないやつですね。若干こうデザイン言うと、なんか聖書かな、なんかギリシャ神話か分かんないけど、なんか四騎士っていうのが いるんですよね。四騎士っていうのがいてなんかそれがそれぞれなんかこう違う力を持っててみたいなのが出てくるんですよ。その4騎士デザインですね。だから 4人の死神みたいなのが馬乗ってるデザインなんですよ。大好物ですね、そういう。大好物、はい、これめちゃくちゃおすすめですね、はい、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは、うん、先週から引き続き
ボスはジップパーカー似合いますね。レザーならなおさら。また始まりましたこれ。俺にレザーパーカーをね買わせるこのノリがね先週あったんですよ。ぜひ買ってください。いやいやいやミネさんまで言うか。いやでもジップパーカーね本当俺好きなんで、うん、はい、まあ今年ねどっちかというとトレンドはジップのパーカーだし、ね、まあ、うん、やっぱこのねボリュームを調節できるのがいいですね、うん、シルエットどこで開けるかで、うん、この見え方とかが全然変わる、表情も変わるし、そうですね表情変わるんで、うん、まあ、その部分が結構好きなんですよ。あとまあ温度調節とかもしやすいし、うん、はい、まあ、レーサーパーカーはね20万ですよ。いやいやいや余裕でしょ。始まった怖いいじめ始まった、うん、ピンターパンツ、はい、ブラックとインディゴどちらがおすすめですか。ああなるほどですね。ブラックとインディゴどっちがおすすめか。いやー難しいですよね。難しいね、まあ、両方をおすすめなんですけど、まあ、どういう本当はね、なんか例えば店頭に来て、まあ、こういう格好をするんです、うん、とか、まあ、その店頭に来た格好で、じゃあこういう感じだったらどっちの色が今後も含めて使うと思いますかみたいな質問であれば、うん、まあ本当にこういろいろヒアリングしながらね、あの決めていくんですけど、まあ本当ざっくり今答えるんであれば、俺は結構黒がやっぱ好きですね。で特にやっぱ黒多いんで自分は。でこの白ラインがだからそれすごいいい味出してくるんですよ、うん、真っ黒なスタイルが多いんで、真っ黒なスタイルにこの白のステッチがこう入るとまたかなりね全体のおしゃれ度みたいなのが一気に上がってコーディネートも組みやすくなるんで、まあ、これでもおすすめですね。だから黒とか多い人はやっぱ黒が多いんで、うん、おすすめですね。でやっぱ結構カジュアルなスタイルが好きな人はやっぱインディゴの方がいいのかなとは思いますね、うん、これもいいインディゴですからね、うん、はい、そういう感じで選んでもらえればいいんじゃないのかなと思います。はい、じゃあ次の質問いきます。まだ見てないけど今日もかっこいいですねって、あのライブ前の質問で、うん、まだ見てないのに言うんですね。まあでもすごい嬉しいですね。ありがとうございます。全然かっこよくはないですけど、ありがとうございます。はい、次。夏場に手をつないでるカップルを見るとすげえなって思うんですけど、ボス松さんは夏場でも手をつなぎますかっていう質問で。お、俺は基本的に手つながないですね、そもそも。つながない、つながないですね。なぜかというと、うん、やっぱなんかちょっとこうまず邪魔になったりするかなっていうのもあるんですよ。はい、なんかこう臨機応変にこう人来たらこうどうの方とかなかなかこうできないのと、あとやっぱこう歩くペースが違ったりとかしてこう微妙にこうなんかこうストレス与えんのもなみたいな。なるほどね。はい、のとあとやっぱ単純に恥ずかしい、これがでかいです。ウェイトとしては恥ずかしい。はい、なんかこう恥ずかしいですよね。恥ずかしい、手つないで歩くのってなんか恥ずかしくないですか。でも全然割とつなぎたい方。あ、本当ですか。いやでも多分女性からしたらそっちの方がいいんでしょうね。どうなんだろうね、うざがられてるかもしれない。いやいやそんなことないと思いますよ。、うん、いやね、俺は結構恥ずかしいんで。なるほど、うん、まあ人気なかったら。ああ、なるほどね。ありかな。いや、どうだろうな。はい、ま場所とか、まあまあそうですね、はい、その場の雰囲気に。そうですね、まあでも結構恥ずかしいんで俺はちょっとつながらないかもしれない。なんだかんだ最初ごもっともらしい理由を述べましたけど、一番のウェイトを占めてるのはやっぱ恥ずかしいってところですね。はい、まあ、うん、恥ずかしいよね、うん。いやそう、別につないでる人を見て恥ずかしいとは思わないんですけど、うん、いやなんかあるじゃないですか、自分はちょっと違うみたいな。まあ、分かるよ、ね、なんか俺なんかがそんなことやってなんか変に思われんじゃねえかみたいな。まあ気にしすぎだよって言われたらそうなんでしょうけど、そうなんですよね。なんかちょっともよっとしてるっていうか。はい、はい、どうでもいい質問すみません、トイレかっこおしっこは座ってする、立ってする、僕は座ってしますっていう。へえ、はい、俺も座ってします。
え、てかあの洋式でってことですよね。だってそう座って洋式でね、うん、うん、洋式だったら俺座ってします、ね、あ、そう、はい、あ、でもね、場所によるかもしれないですね。コンビニとか、うん、なんかその公衆トイレとかってまあちょっと難しいよ。だったらそうですね、やっぱなんかこう汚れてる場合が多いじゃないですか、うん、ちょっとだからそういう場合は立ってしますけど、基本的に家とかはもう完全に座ってするし、うーん、ですね、はい、基本は座るスタンスですね。立ってですか。立って、はい、終わったら拭くみたいな。ああ、一番いい、それ。ああ、一応ね、はい、うん、なんすか、うん、そのなんかちょっとポイントは上げようとしてないないない、はい、飛び散るじゃん。まあ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 、一応だからちょっとその発想は俺にはなかったね。シャシャッと、はい、じゃあ 今後俺もそうします。座ってやれば別にあれなんだから。いい、なんか一番いい回答じゃないですか、それ。すげえいい回答。いや、はい、もうほら年齢も年齢だから、うん、座って立った瞬間にほら、うん、ギクッとかさ。いやそういうのを考慮してのあ、そういう怖さもある。そう、ね、そっちが怖いかな。特に冬、そんなことないじゃん、冬ね、今から。いやいやいや、そんな年じゃない。で、次、寒い季節が近づいてますが、冬は厚着派ですか薄着派ですか。僕は厚めのアウターなら中は T シャツですっていう。お、うん、でも俺もそうかもしれないですね。はい、基本はあんまり着込みたくないですよ。うん、でも俺肩こりとか結構首こりがひどいんで、ゲームしすぎで、うん、ゲームとか携帯見すぎで、うん、やばいんで首とか、うん、だからこう重ね着すると結構この辺のストレスが半端じゃないんですよ。あ、そうだね、うん、重くもなるじゃないですか。そうだね。しこう縫い目がこう重なって、うん、当たったりとかして、うん、これがだんだん気になって、あ、分かる、変に力入ってみたいなのあるじゃないですか。あ、分かる分かる。しかもこうずっと仕事でそうやって立ってると、うん、結構きつくなってするじゃないですか。ある。だからまあそういうのもあるんで、俺も基本薄着がいいですね。だから真冬はもう本当に俺もダウンに T シャツみたいな感じですね。うん、うん、でも皆さん結構重ね着するっすよね。じゃあなんか店にいる時ね、あ、一応さ、はいはい、ロン T 一枚で立つわけにいかないじゃない。またしてもちょっと俺を上回る。いやいやいや、だって店に来たらなんか羽織るんでしょ、上に1枚ね。だから店に置いときますけど、うん、でもなんかそういう人じゃなく、まあ、あの普通に出かけてってなったら、まあ、だからもうロンティに、はい、暑いのみたいな。暑いので、ああ、まあでもそうなるっすよね。うん、うん、で本当はねこう重ね着とかしたいんですけど、うん、うん、そうですね。でも俺結構ライトアウター好きなんで、ライトアウターを寒い時期まで引っ張るためには結構重ね着をするんですよ。ただでもその時はやっぱりそのストレスを軽減する意識はしてて、やっぱこう軽いけど保温性のあるニットとか、はい、そういうので重ね着はしますね。ストレスにならないような重ね着は意識してやるかもしれないです。するね。そうですよね、うん、まあパーカーとかでもヘビーウェイトの重いパーカーとかじゃなくて、ちょっと軽めのパーカーにするとか、ミドルとかね、そうですね、フリース素材のトップスにするとか、ね、それ軽くてあったかいやつとかっていう意識はするかもしれないですね。はい、はい、よし、ギリギリ間に合った。もう紹介あったかもしれませんが、クーティーのボーダーロンティー入荷しましたか。ポロシャツじゃない方です。ギリギリ間に合ってこのコメントしていただいて大変申し訳ないんですけども、うちちょっとこのボーダーシリーズは撮ってなくてですね、はい、本当に申し訳ございません。今ちょっと質問を読みながらね、あの本当に苦しい気持ちになりました。すいません。でもそうですね、サイズ感ちょっとご紹介できないんですけど、でもおすすめであれ、おすすめです、あれは。てか毎回そのボーダーシリーズは超おすすめなんで、うん、はい、クッキーのやつかっこいいよね。はい、サイズ感はでも大きめです。はい、うん、ボーダーのピッチの幅がなんかね、いつも ね、いいなと思うね。いいですよね、うん、なんかボーダーだとやっぱりあの囚人っぽいとか、うん、あとはこうマリンっぽい、海っぽすぎるみたいな、うん、なんかそういう印象を与えるじゃないですか、うん、でもなんかそうじゃないですよね、クッティのボーダーって、うん、なんかおしゃれなピッチ、
そうですよね、うん、あと横にこう膨張とかもしないし、しないし、まあ、配色も結構モノトーンが多いんで、そういうのがいいんじゃないかなと、うん、おじさんも着れるボーダーかな。ああ、峰さんやっぱそういう視点で、いや見るよねやっぱり、ね、あんまり太いとさあ、まあ、まあ、うん、確かにちょっとね、もう難しい、うん、皆さん柄、だから今日だってレオパードのシャツ着てますからね、そういう柄のね。そうですね、はい、攻めますよね、やっぱり攻めます、ね、かっこいいなと思います、うん、そうそう、今回またかっこいいですよ。そ、今回はさらにかっこよかったですね、俺も、うん、あの昔前みたいにあのグレーと黒と白みたいな3色使ったのってよりか、今回結構こうシンプルな黒に細めの白いラインみたいな、あれはさらにこうちょっと合わせやすいんじゃないかなと思いますね、うん、インナーにした時とかも結構変に浮き出たりとかもしないんで、うん、うん、なんかいい破壊力があるなとは思いますね、うん、そうですね、今回またかっこいいボーダーに戻ります。そうですね、まあ俺もどっちかって言ったらそんなにこうボーダーはっきりしない方が好きではあるんで、うん、うん、まあなんか好みには分かれるとは思うんですけど、まあでもそうですよね、俺も個人的にはいいなって思います、今回のボーダーは、うん、でポロタイプもロンティータイプもどっちもかっこいいなとは思います、はい、それぞれまた全然違った使い方になると思うんで、うん、ただね、襟があってボタンあるかと何かの違いなんですけど、でもやっぱククって面白くて、やっぱ与える印象がもうそれだけで全然違くなるんで、うん、うん、面白いですよね。面白い。これはちょっとポロは着ない。これだけ着ないですか？まあでもイメージないかもしれない、確かに。ガチのおじさんだ。いや、そんなことはない。あれは兄さんそう思わない、思われないようなスタイルをちゃんとするじゃないですか。そうだからデザインとか、そういうのはサイズ感とか削除してる。あえて。そう、うん。あ、そうなんですね。そう、そういうのあるんですね、みんな。あら、あのどっかの店行って。はい、着てみて、はい、ねえなとか、あるんですね、あるある、 NG が、うん、あと20年後ぐらいじゃない、ポロシャツに合う、逆に逆にそういうのでいいっすね、うん、そうそう、いや、ついに俺もポロシャツに合うようになったな、年齢になったかみたいな、うん、今ポロシャツ着ると本当におじさん感しか出ないみたいな、サイズ感によるんじゃないですか、でもいや、ね、おしゃれにはならないかな、あ、やっぱり、うん、年齢的に、うん、20代30代の子が来たら、うん、すげえおしゃれなんだろうなと思って見てるけど、いや、まあ一回見てみたいですけどね、実際着るとうわーって、後でちょっと着てもらう、やだよ後で着て俺が確かめる、うん、パーカーコーデありがとうございます、あ、いえいえ、あ、この質問をくれたみちるくん、ありがとうございます、これ勝手に着ちゃったけど、これみちるさんのみちるさんの取り置きなんですけどね、まあ多分許してくれると思うんで、はい、これみちるさん、これいいですよね、みちるさん、これいい、ぜひ、みちるさん北海道なんでね、もう、あ、もう全然リアルに着れる、いや今もうもうそうですよ ね、 こういうスタイルでできるんで、うん、そう、女の子なのにクーティーとか着てくれるんですよ、あ、すごい、はい、お疲れ様です。コメント失礼します。いえいえ、ありがとうございます。クーティーのフェイクレザーのハーフパンツ、いつ頃発売になりますか？差し支えなければ価格もお聞きできると嬉しいです。ずいぶん丁寧にコメントを打ってくれますね。ありがとうございます。はい、もう全然もっとラフでいいですからね。うん、フェイクレザーの、ハーフパンツですね。ハーフパンツの方は、来月予定で、お値段は3万2000円に消費税です。で、色は黒だけの展開ですね。で、サイズは S、M、L、XL の4サイズ展開になってます。で、あの、新カットとかのあの、ショーツよりも、そこまで長くはないんですけど、まあ、あのぐらい結構ボリュームが出るようなシルエットになってます。で、あとフルレングスの方も出るんですけど、フルレングスの方は11月発売予定で、3万8000円に消費税です。はい。で、今回フェイクレザーって、大体あの、ポリウレタン使うじゃないですか。うん、だから PU レザーって言ったじゃないですか。うんうんね、で、ポリウレタンってでも結構劣化素材で、早い。まあ、洗ったりとかすると結構さらに劣化も早くて、うん、
まあ、洗わなくてもやっぱ自然とこう劣化しちゃったりでポロポロっと剥がれちゃったりするのが結構弱点ではあると思うんですけど、今回はリサイクルポリエステルを使ってるフェイクレザーのパンツ でこれがその強度を意識して作ったフェイクレザーなんで、もうそこ気にせず結構ガンガン履けるパンツになってます。はい、これはもうおすすめですね。でもリアルレザーのパンツってむずくないですか？持ってたことあります？あるよ。結構むずくないですか？いや、無理てか扱いがむずいっすよね。むずいね。も俺も速攻カビ生えたっすよ。うん、カビ生えたし、はい、硬くて。そうっすよね、最初ね。はい、柔らかめの牛革だったっすけど、分厚かったんで、結構ダメだったっすね。ダメだね。だパンツは俺フェイクレザーで全然いいんじゃないかなって思いますね。扱いは楽かな。はい、基本俺はフェイクレザーはあんまり好きではないんですけど、もうパンツに関しては、逆にフェイクレザーの方がいいっていう、でしかもまあその劣化しないっていうのが結構前提条件かなと思います。やっぱ長く着たいしね。ペインター、あ、ペインターのブラックのおすすめコーデ、了解です。はい、そして素材と縫製がやばいです。2、3年前のやつ買ったんですけど、これマジやばいです。どこもすぐソールダウンです。アウトなんですよね。あ、ボーダーですね。あ、うん、そうなんですよ。まあとにかくね、やっぱね、服ってほんとすごい丁寧ですからね、服の作りが、めちゃくちゃ丁寧なんで。じゃあまずペインターのブラックのコーディネートどうしようかな。この辺かな。ペインターのブラック貼ってますわ。はい、はい、で、このコーディネートを紹介して今回は終わりという感じしますかね。あ、はい、あとまあみんなさん続けてもらっても全然。いや大丈夫です親父のファッション講座あってもいいですけど。いらないよそんなの。みんなさんのファッション講座ダメですか？いりません。自由に着りゃいいんだ。好きなように。好きなように。あ、でもやっぱその先輩にそう言われるのが一番ちょっと説得力あるかもしれないですね。まず黒のペインターパンツ履きまして、いでさっきはペインターパンツちょっとカジュアルなアイテムなんで、なんかやっぱりこう上は綺麗なものを合わせたりとかした方がいいんじゃないかみたいなことは言ったんですけれども、でもクーティーのこのブランドの良さってカジュアルなものをすごい綺麗に見せるっていうのが結構クーティーの服の強みなんですよ。なんかアイテムは全部カジュアルなのに、なんか雰囲気が綺麗みたいな。綺麗だね。はい、毎回思う。そうっすよね。だからコーディネート全体でバランス取る必要はなくて、だからまあパンツがカジュアル100だから、カジュアルだから、まあ、上はドレッシーなものを合わせようで 50-50 でバランス取ろうみたいな考えをしなくてもよくて、クーティー同士を合わせた時のやっぱ破壊力っていうのがすごくて、その一つのアイテムにちょっとドレッシーさとカジュアルさが本当絶妙に混ざり込んでるっていうのがクーティーの服の特徴なんで、だからもうそういうものはそういうもの同士でシンプルに合わせた方がかっこよかったりするんですよね。ということで今クーティー上下で合わせてみます。ただだからアイテム自体結構特殊なアイテムではないので、もう今もうパーカーに合わせるんですけど、パーカーとペインターパンツなんてもう昔からやられ続けてきたコーディネートだとは思うんですよ。でもやっぱそれをクーティー上下にするとどうなるかっていうのを今お見せします。はい、
めちゃくちゃ綺麗。綺麗。はい。こういうシルエットですね。この上がちょっと丈短くて、うん、丸みがあって、さっき言ったようにこの辺がすごいスッキリしてて、うん、でも下ドンとこう太いっていう、この絶妙なシルエット。これです。もうこういうのはね、綺麗なもの同士を合わせるっていうのが一番シンプルでかっこいいんだと思うんですよ、うん、で、あと他にそんなにこうファッションとか興味ない人たちから見てもなんかあの人パーカーとデニムだけなのになんかちょっとかっこよくないみたいな、うん、なんかかっこいいよねみたいなところにつながる要素だとは思うので、こういうベーシックなアイテム合わせるのが個人的にはすごい好きですね、うん、まあ、こだわったベーシックなアイテムというか、うん、はい、まず1個これ。あともう1個。同じく。クーティーで合わせてみます。はい。大丈夫でした今のコーディネート。全然。いや、どうですか？でもやっぱ綺麗なだよねっていつも思う。あ、本当ですか？うん、なんか。パンツにしろ。そうっすよね。トップスにしろ。うん。でもアイテムは、あれですもんね、そんなにこう、うん、なんか気張ってない、ね、難しいアイテムじゃないけど、そうっすよね、うん、楽におしゃれできるかなって思うかな、なんかね、上下で着ちゃえば本来それがでもブランドの良さですよね、うん、まあ良さだよね、やっぱ全部全身揃えて着ちゃうと、うん、全然何も考えて様になるっていう、うんうん、まあ、ね、当然上下のバランス考えて作ってるだろうし、そうですよね、うん、やっぱ世の中に、ね、ないものを作るというかのがやっぱデザイナーの仕事だとは思うので、うん、洋服のでもそれはやっぱり現実問題もいろんな服が無限に世の中に溢れてる状態で、うん、やっぱよっぽど考え込んでる人たちじゃないとそれをできないとは思うんで、うん、まあ、実際まあこういうの前もどっかで作られたことあるみたいな服が、うん、量産されることがやっぱ多いんですけど、うん、でもやっぱこの辺のちゃんとしたブランドっていうのはそこのほんと微妙な生地感だったり、うん、そのシルエットだったりっていうのをもう本当に考え尽くしてやってるんで、うん、やっぱものすごいこう格好さ、うん、ただ奇抜で珍しいの作るのは簡単だとは思うんですよ、そうだね、はい、うん、じゃなくてベーシックなジャンルでこう見たことないシルエットとか素材感で作るっていうのがまあ、ほんとクーティーとかの強みだとは思うので、うん、まあ、だからこういうね、シェルジャケットみたいのペインターパンツとかだって、まあ、全然あり、昔からあるようなコーディネートですけど、うん、でもこれでね、もう様になるっていう、そうだね、うん、感じですね、うん、だからクーティーのパンツにはクーティーのトップスを合わせると、うん、まあ、それがやっぱり一番おすすめではあるっすかね、うん、うん、こういうスタイルがいいんじゃないかなと、かっこいい思います、はい、いいっすね、でもパンツ自体綺麗なんで結構ほんと何でも合いますから、合う、はい、うん、クーティのボーダーポロシャツ入荷します、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと入荷してなかったんですよクーティのボーダーシリーズ本当にね、失態ですわ、これは。散々褒めといてね。いや、散々褒めといて、本当に。はい。で、まあ、クーティーのね、そのパンツの力はすごいよっていうのは、まあ、今これ何の変哲もない黒のムジティに、ただこう、ペインターパンツを合わせてるだけなんですけど、まあ、これだけでもやっぱ様になると思う。うん、全然。はい。だこれがやっぱこのパンツが力を持ってる証拠ですね。うん。はい。で、ちょっとこうね、インするスタイル。全然いいですね、全然こういう、はい、ありです、ありですね、めっちゃ綺麗ですよこのパンツ、うん、全然綺麗だね、綺麗ですよね、あ、なんか正面から見るとちょっとこうスラックスっぽくも見えるぐらいのレベルですよね、うん、これ、うん、いいですね、はい、これおすすめです、まああと色落ちてきたりシワになってきたりするのもまたね楽しいし、かっこいいよね、はい、ただ別にこの綺麗な形が変わるわけではないので、うん、綺麗な形のまま経年変換を楽しめるっていうアイテムですね、これは、はい、
まあ、これ保ちたいかったら、あの自分でのり付けしてもらって、あ、そうですね、うん、パリッともこのパキッと感を維持したかったら、うん、まあ、よくデニムも色を落とさないで履く方法とか、うん、ネットに溢れてますよね、うん、のり付けしたりとか、そうそうそう、あともう裏返して洗ったりとか、うんうんうん、ご回答ありがとうございます。知りたかった情報すべて聞くことができました。発売が楽しみです。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう何かあったら全然言ってください。うん、うん、やっぱり黒のペインターパンツかっこいいですね。いや、そうなんですよ。大先輩のペインターパンツコーデ見れるんですかって見れないですよちょっと拒否ということで大先輩ちょっとあの照れてるんで、はい、何回か回を重ねればひょっとしたらね、あの大先輩がそのうち、ね、コーディネーターで出てくれるかもしれない。そのうちね、そのうち気分が OK になったら乗れば、ああ、乗れば OK になるということらしいんでね、うん、大先輩かっこいいですから本当に、うん、かっこよくはないでしょ。そう、いや、かっこいいですよ、みえさんは、うん、クーティの新作シャツの話ですか。ああ、ストライプのやつですね。あれもそうなんですよね、撮ればよかったなって思ってるぐらいいいです、あれは。はい、あれめちゃくちゃいいです。てか、まあ、やっぱクーティの方も結構売り切れてましたしね、うん、あれいいですよ。ああいう綺麗なシャツにこういうペインターパンツみたいなのとかもめちゃくちゃかっこいいですよね。すごいいいと思います。通行でもありがとうございます。あ、いえいえいえ、とんでもないです、とんでもないです。これですね、あ、これね、発売だったストライプ。どっちの色も良かったんですよ、サックスのね、色も。なるほど、うん、はい、これ超絶おすすめです、このペインターパンツ。それかっこいい、かっこいいっすね、うん、大体あのここがやぼったくなるんだけど、あ、全然そういう風に見えなくて、結構立体的に作りますもんね、うん、大体そのペインターパンツも、うん、こうす、後ろもかっこいいし、うん、はい、これもおすすめですね。うん、回答ありがとうございます。僕みたいな、カス美容師に感謝です。何言ってんすか。昔はクーティーめちゃくちゃ細かったのに随分変わりましたよね、うん、今のやつの方が個人的にめちゃくちゃ好きですね、うん、着用の、質感最高すぎる。あ、そうですね、うん、まあ、俺も正直、まあ、今のクーティーの方がやっぱ好きですね、うん、てか、まあ、単純にこうちょっとオーバーサイズなものが好きっていうのもあるんですけど、まあ、だいぶというかもう言ってしまうもう別ブランドなぐらい変わりました、うん、その正直の昔と比べれば、うん、はい、でもやっぱ今の方がやっぱすごいいいっすよね、評価もされてるし、やっぱり好きかな、うん、うん、どっちかというとこれも好きかな、今の方が。そうっすよね、うん、クリティでも本当にいいと思います、おすすめです。まだ着たことない人はね、一回ちょっと試していただきたい、うん、で一回俺のちょっと言うことを聞いて見てほしいですね、うん、こういう合わせしてみてくださいって俺が提案するんで、全部買えとはもちろん絶対言わないんで、うん、はい、まあ、興味あれば全然一回そういう試しに来てくれれば、うん、はい、いろいろ紹介はしますんで、その中でまあやっぱ好みがあるんで、別に俺がかっこいいのを買ってくれなかったらどうのこうのとかはないですし、うん、まあ、やっぱその人の本当に好きなものをこう探れるのがやっぱ接客できる機会なのかなとは思うので、うん、その人の本当の好きを一緒に考えながら、まあ、あのいい買い物が押していただければなって思うので、うん、はい、だから押し付けは絶対にしないんで、はい、ぜひ興味があれば来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、クーティー着ると他の服だと物足りなくなりますね、まあ、確かに、まあ、ボリューム感とかがね、うん、まず他のブランドに結構なかったりもするし、あとはさっき俺が言ったような、なんか単純な服に見せかけて、うん、でオーバーサイズのカジュアルな服なんて世の中に今溢れてるじゃないですか。でそことの違いを感じれるようになったら、もう多分他のオーバーサイズとかマジで物足りなくなってくるんですよ。そのぐらい超雰囲気が
とかその技術とかいろんなものが詰め込まれてるんで、このオーバーサイズに、うんうん、そういう意味ではもう本当に物足りなくなると思いますね。同じシルエットで安いところが出したとしてもやっぱ絶対違う雰囲気になるんですよ、うん、まあ、そうね、こうはなんないね、はい、この生地へのこだわりプラス、うん、シルエットのこだわりプラス、まあ、どう合わせるかとかの想定みたいな、まあ、そういうの全て含めてやっぱこのクーティーの強さだと思うので、うん、うん、物足りなく感じるかなと思いますね、うん僕はここ見て15年ぶりにまたクーティーにハマったぜです。いいですね、ありがたいですね、うん、でも本当にそう言っていただけると嬉しいですね、うん、うん、でもファッションのね、そのやっぱこう昔はこうだったみたいなイメージをねこう引きずったり、まあ俺自身もやっぱありますし、うん、だからまあそういうのをねちょっとこう徐々に変えていければなって常に柔軟に思いたいなと思いながらやっております。はい、うん、仕事柄細かいところを見てしまうんですけれども、糸出てたりマジ見たことないです、うん、ほんま縫製と素材の質感へのこだわりがすごい、うん、いや本当にそうです、マジでそう思いますね。そうですね。でもやっぱ縫製の綺麗さって絶対にこう出てくるんですよ雰囲気に。うんうん、あるね。人間の目って結構正確なんで、うん、なんか人のコーディネート見て、あ、縫製ずれてんなとはなんないですけど、でもなんかこう全体から感じ取る違和感みたいなのが多分そういうので、頭の中で言語化はしてなくても多分感じ取るんですよね。だからなんか仕立て綺麗だよねとか、なんか形綺麗だよねとか、うん、なんかあの人のあれかっこいいよねみたいな、そのなんかっていう部分でちょっとそのミリ単位の情報が多分入ってきてるんですよね。だから人間の目と脳は結構すごい性能してるんで、うん、だからそういうところがやっぱこう出てくるのかなとは思いますよね、うん、大事ですね、縫製が綺麗っていうのは、うん、ただ縫い方が綺麗でだから何なんだって、うん、思う人たちもいると思うんですけど、でもそれは本当に影響すると思います、うん、はい、こんばんは、いつも参考にさせていただいております。いやありがとうございます、こちらこそいつもありがとうございます、見ていただいて、はい、まあこんな、あ、まだ来ましたね、ありがとうございます。ペインターパンツいいですね、気になってました。てか何着用しても様になるの羨ましい。いやそんなことないですからそんなことないですよね、ミネさんだって大ベテランのミネさんだってやっぱ自分に似合わないものを理解してる、そうだね、からこれは着ないようにするとか、まあそういうのあるわけじゃないですか、多分このサイズ感だとこうだから、うん、ちょっとワンサイズ上げようとかワンサイズ下げようとかこっちの色にしようとか、まあそういうなんかこう自然とこう選ぶものっていうのは多分何着ても似合ってるわけじゃなくて自然とこう選んでるから、うん、でいろんなものを着てるのを見るとなんか皆さんって何着ても似合いますよねってなるけど、実はちゃんとそこに技術が凝縮されてるみたいなのはあるかもしれないですよね、うん、まあ、なんかいろいろ、ね、試着すりゃいいんですよ、うん、まあ、そうですね、やっぱいいもの着ないとちょっと広がんないですよね、うん、うんっていうのはあるかなと思いますね、うん、高いものにやっぱ高い理由があると思うので、うん、でその高い理由を体現ちょっとずつできていくとなんかまたそこが面白い入り口になるのかなとは思いますね、うん、まあ高いイコールいいが完全にイコールだと俺は思わないですけど、うん、もちろん高くてなんだこれっていうのもあるし、うん、まあ、安くてもいいものもあるし、あるしね、ただでも高いイコールいいの確率は高いですよね、高いで安いイコール悪いの確率も高いですよね、やっぱり、うん、高い、うんうん、ここはでも正直あんま揺るがないですよね、うん、うん、とは思いますね、はい、ペインターパンツのインディゴを履いてもらえますか、また最後インディゴを履いて終わりしますか、じゃあ、はい、はい、大先輩とかね、コーヒー一本付き合ってもらってる、あ、全然いいです、すいません、全く問題ない、ありがとうございます、優しいな、皆さんは優しいな、ね、
ちょっとね、そのインディゴはどっちかというとこう70年代ぐらいの雰囲気のある、あ、色的に、うん、インディゴかな。あの60年代とか50年代みたいなちょっと深いインディゴじゃなくて、はいはいはい、淡いインディゴを使ってるんで、なんかね、ちょっと年代の雰囲気を、そう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 、持たせてる、はいはいはい、ちょっとね、そういうのはもうなんか深いインディゴのものってね、うん、割とどこにでもあるから、はいはい、うん、インディゴのデニムで差をつけるの結構難しいだから割とクーティのその色すごい珍しいなと思ってて、色落ちで差を出すのはまあありますけどね、うん、まあでもそれももう世の中に無限にあるから、そうそうそう、なんか珍しい色落ちとかももうないしっていうところですよね、うん、すごいなんかあって、うん、すごい新鮮だなっていう、うん、でもこのベースのインディゴの色を変えるって結構ありそうでない、ね、うん、あんまりやらない、あんまやんないですよね。インディゴ、いや、これもかっこいいですよね、うん、わかりますか、この薄い感じのインディゴ、これだけで結構様になると思うんですよね、うん、これ、はい、まあ今黒もインディゴも S サイズです。 172cm で S サイズです。綺麗だ、このシルエットがやばかったんですよね、展示会で。いいね、だレングスもすごいちょうどいい、いいね、こんな感じです。おインディゴかっこいいですね。いや、もう両方ともね、すごいおすすめです。もうこの、うん、パンツはマジでパンツかっこよかったんで、もちろん上もかっこよかったんですけど、でもやっぱパンツがすごい良すぎて、うちはちょっとパンツだけっていう感じだったね、うん、色はちょっと迷っちゃうね。迷いますよね、こういう迷うね、うん、もうこういうのを迷うから一色展開にしてほしいんですよね。ああ、わかる嬉しい悩みでもあり苦しい悩みでもあるっていう感じですね。ネイバーフットもすごいと思ったけど、クーティー最高、 KJ も着用するし、カリスマがクーティーの社長と仲いいしな。 KJ からクーティー知りましたね。僕みたいなゴミくず美容師でもう下げすぎです。自分を下げすぎですよ。ゴミくず美容師なんていないですから、こんな、はい、ね、そうですね、やっぱりその KJ さんからっていう場合は多いですよね。ドラゴンアッシュ好きとか、うん、KJ 昔から好きでみたいな人たちはやっぱ多いですし、やっぱ実際ね、本当に仲いいですから、クーティーの社長さんは、うん、うん、もう俺も何回か展示会でも見たことあるし、本当に仲いいですよね、うん、昔からの、クーティーできたばっかぐらいから、うん、そうだね、ずっとだね、つながりですもんね、うん、また KJ の着こなしがなんかこう、クーティーらしくなくてもかっこいいんですよね、うん、KJ は KJ の自分のスタイルがあって、うん、それをこう、クーティーを自分スタイルにこう染めるみたいな、ああいうのはね、ああいうのでまたかっこいいなと思うんですよね、うん、かっこいいです。着用ありがとうございます。あ、いえいえ、セットアップも見たかった。いやぐさっときますね、心にぐさっときますね、本当に申し訳ございません、はい、セットアップもめちゃくちゃかっこいいです、はい、でもなんか、うん、個人的にはでもセットアップで展開されてるものってやっぱセットアップで買いたくはなるんですよ、うん、でなんかセットアップで結局でも着なくなるんですよ、俺の場合。俺もかな。そうですよね、うん、なんか最初はやっぱセットアップで合わせてテンション上がるんですけど、うん、最終的にやっぱ結構バラバラに着ることになって、うん、なっちゃうね。なりますよね。なる、うん、なんでか分かんないけど、なんでなんですか、ね、分かんない分かんない。そうっすよね、うん、どっちかになっちゃうな。そうっすよね、うん、でも買うんですよね、セットアップで買って買っちゃう。あったら許さないですよね、ちょっと片方だけってなんか嫌ですよね。嫌だね、セットアップで買っちゃうけど、なんか着なくなるね、あれはよく分かんないね。どっちかがすごいパワーを持ってれば、うん、多分そのパンツだけになったりとか、うん、俺の場合だから今回はちょっとこのカバンオールも良かったんですけど、うん、多分パンツだけになりそうなパターンなぐらいパンツがすごい良かったんですよ。なんで今回うちはちょっとこうパンツを押していきたいなと思って、
で、あと他でこういう変わるシルエットのパンツがなかったっていうのもありますね。うん、うん、このリジットのデニムクーティー他出してないし、うん、かフェードとかね、ちょっと加工入ってるインディゴは出してましたし、うん、でもこういう色ではなかったんで、だからやっぱほんとこの2色のこのパンツはペインターはすごい良かったなって思ったんで、うん、パンツ取ったって感じですね。そうだね、はい、オノマゼのペインターを取るのは珍しいなと思った。いや、そうっすよね、うん、俺じゃないですよね、あんまり、うんうん、まあ、それぐらい良かったっていうって思ってもらったらいいっすね、はい。あ、こんばんは、こんばんは。クーティーのウール系のコートでリリースありますか？あ、ウール系のコートはですね、あるんですよ、リリースが。今回ウール系であるのは、こちらですね、ウールメルトンのショートコート、まあショートコートっつってもカーコートくらいの長さなんで、まあお尻隠れるくらいのコートの長さになりますね、うん、これが出ます。前回 AW で出たやつと同じです。はい、ウールメルトンのショートコートと、で同じくウールメルトンのスポーツジャケットってジップついてて、うん、襟ついてる、襟ついてですね、はい、ジャケットが出ます。で中キルティングになってます、こっちは。はい、っていうその2種類ですね、ウールのジャケットは。スポーツジャケットの方は丈短めですね、はい。で、あとはまあウールではないんですけど、ウールではないっていうか、ウールカシミヤっていう、ちょっとカシミヤコンのもうちょっと生地薄くて、ウールメルトンより生地薄めで、ちょっとさらにこうドレッシーな雰囲気の生地のタイプが何点かあって、まあ、それだとまあ、ずっとおすすめって言って、俺ダブルのテーラードジャケットが出るんですけど、まあ、芯のないオーバーサイズの、うん、これがまあ俺は超絶おすすめですね、はい。これウールカシミヤのフランネル使ったダブルのジャケットが出るのと、同じこのウールカシミヤでワークジャケットも出ます、ジップで、はい、うん、この2種類うちはウールカシミヤは出ますです。フィンガローチェーン、はいはいはい、アンチドートのフィガロチェーン持ってるんですが、基板できたんですが、どのようにメンテナンスされてますか？あ、なるほど。俺はメンテナンスしてないんですよ。で、うん、多分基板の原因って着用しないで置いとくのが多い場合ですよね、多分。かな。なんか、うん、黒くくすむパターンと、うん、黄色くくすむパターンがあって、まあ、これは多分もう人それぞれなんですよ、多分どういう汚れが付着して、うん、でどんぐらいこう着用せずに、放置されたかの化学変化みたいなので、多分どっちの方に行くかっていうのが分かれるんで、まあ、そこを厳密にはちょっとこう詳しくは分かんないですけど、ただまあくすんできたりとか黄ばんできたら、でそれが嫌なんであれば、あの重曹どうシルバー磨きみたいなので検索してもらうと、うん、あの家庭でできる、うん、そのシルバー磨きの液が作れるんで、アルミホイル重曹塩これでいけるんですよ。これやると結構ピカピカピカになるんで、これでやった方がいいかもしれないですね。全体的に一回黄ばんじゃうと、シルバー磨きとかって表面しか磨けないんで、うん、溝になってる部分は黄色いままとかで、うん、変なコントラストができちゃったりとかすると思うんで、うん、まあ、一回ちょっとまっさらに液体でこうバッとそういう汚れ飛ばすのがいいんじゃないかなと思います。まあ言うたら結局は表面のその汚れがそうやって色の変色につながってるんで、うん、でそれやるとその汚れが全部浮いて一回まっさらな状態になるんで、そういうのがいいかもしれないですね。俺はこう常に全部つけてるんですよ、もう風呂も寝るときも。あ、ほう、はい。なんで多分自然とシャワーで汚れが毎回落ちてて、はあはあ、だから黒ずみとか黄ばみとかしないんだと思うんですよ。ああ、なるほどね。はい。でもそうできない人の方が大半だと思うんで。まあそれはそうだよね。はい。そういう人たちはそうやって定期的にリセットするのがいいのかなとは思いますね。うん、まあね、シルバー磨き液とかね。あ、そうですね。磨き液も売ってます。売ってるしね。うん。
だ一回その自宅でやるやつやってみると、うん、なんか結構シルバー磨き液よりも強力だったりとかするっぽいんで、うん、ちょっと試してみていただきたいですね。うん、そうなんですよね。 KJ のクーティーの着用の仕方めちゃくちゃ勉強になるんですよね。そうなんです、うん、またあのクーティーのスタッフたちみたいなこうガチガチクーティーに固めるみたいなスタイルじゃなかったりするじゃないですか。まあ、そういうスタイルもねやっぱ参考になりますよね。だからそういう意味で各セレクトショップさんのスタッフとかの着方もちょっと面白かったりもするんで、うん、そういうのも俺も見るの好きですね、うん、違 う, こうブランド同士で合わせてたりとか、うん、リアルな着こなしみたいなそういうのもいいかなと思いますね。あとみんなねこのお客さんたちが上げてる投稿とかも結構参考なんですよね。あそういう合わせもかっこいいなみたいな、うん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 、あごじりました。ウル系のことあ全然大丈夫です。伝わりました全然。はい、ウル系のことはえペインターパンツは冬でも着れますか。あまあでも普通にデニム生地ぐらいなんで、うんうん、まあ例えばこうフリースのパンツとかそういう冬用のパンツとかに比べたらもちろん寒いね。寒いですけどでもまあ普通デニムで冬行ける人であれば全然問題ないですか。全く問題ない。であとまあ下にねあのヒートテックのタイツ履いたりみたいな、うん、今そういうのもありますから、うん、そういうの履くんであれば全然履けるとは思います。はい、コートのリリースはいつ頃ですか。そうですね、言うの忘れてました、ね、ごめんなさい、はい、紹介だけしてねいつとか値段とか言ってないっていうね失礼いたしました。ショートコートの方は10月予定です。で、7万7000円です。税込みで。はい。あ、で、スポーツジャケットも一緒です。10月の7万7000円です、うん。で、どちらもブラックのみの展開で、SML、XL の4サイズ展開になってます。で、ウールカシミアの方のテイラードジャケット、ダブルのテイラードジャケットは、これも来月。で、お値段は6万8200円ですね。税込みで。で、フランネウールフランネルウールカシミアかのワークジャケットの方はこれも来月で4万9500円です税込みで、はい、どちらもブラックのみの4サイズ展開になってます。はいですです。こんばんは、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 はい、ですかね、うん、はい、じゃああと大丈夫そうですかね。今週もまたね、最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも本当にありがとうございました。助かりました、本当に。いつでもどうぞ。 ありがとうございます。皆さんがね、このいつか出てくれる日が来るといいですね。うんうん、ありがとうございます。楽しみです。楽しみにしてください。楽しみですね、はい、俺も楽しみです、はい、秋冬ね、楽しいよね。いや楽しいんですよ、秋冬、ね、本当に、はい、結局やっぱ秋冬ですよね。超好きですよね。大好きですよね。うん、ボスは髪にスタイリング剤つけてますか。あ、つけてますね。一応なこんなパサパサですけど、ただ俺これつけないとやばいんですよ本当に、ボリュームが。でなんか美容師もびっくりするぐらいの変な髪質で、なんか水分が入っていかないんですよ俺の髪。なんか髪洗ってもほんとすぐ乾くし、あいいね、便利。いやそうなんですけど、でもほんとそのスタイリング剤とか結構つけないと、へ、普通の人でこうこれだとつけすぎでもベタベタになるっていう量をつけてもらっても、俺まだなんかちょっと乾いてるぐらいのレベルなんですよ。なんかまあそれキューティクルのその開きの問題とかって言ってたんですけど、その美容師は、はいはい、なんか俺がもう蓋されてんでしょ入っていかないみたいな、受け付けない、水分受け付けない中に。そうなんですよ。なんでまず髪濡らすんですよ全部、はいはい、全部濡らして一回リセットします。寝癖とか、はあ、やばいから、はあ、やばい、リセットして、そこにオイル、トラックオイルつけて、はあ、で乾かして形をまず整える、はい、そこで、はい、ボリュームを潰したりとかして、で最後にN ドットっていうやつのバーム、バームね、はい、うん、バームつけるっていう一応スタイリングしたんですけど、これは、はい、はい、だからちょっとこうちょっとツヤっとしてる感じ、うん、なってるね、はい、ツヤっとですね、うん、
コートってチェスターでしょうか。コートはあのショートコートなんで、まあ、ステンカラー、短いステンカラーコートみたいな感じです。チェスターではないですね。だからこうちゃんとボタンあって襟があってっていう感じです。チェスターってあのテーラードの長いタイプみたいな形のことを言うんですけど、うん、これはまあ短いステンカラーだと思ってもらっていいですかね。まあ、ちょっとカバーオールっぽいっていうか、なんかワークコートみたいな形ですかね。うん、そうだね。うん、うん、うん、そうですね。はい、だからもうシンプルにボタンあって襟があるタイプのコートです、はい、スポーツジャケットの方はまああれですね、ジップがあって、うん、ちょっと丸みがあるタイプのコートです、はい、コートというかジャケットですかね。そうなんだ、うん、バーバースタイル、バーバースタイルどう思うんですか。あ、バーバースタイルも全然いいんじゃないですか。なんかまあその人に合ってて、なんかそのファッションもそれに合ってれば全然俺はなんかどういうスタイルでもいいんじゃないかなと思います、うん、まあ俺みたいなこうロン毛は多分バーバースタイル確かに真逆かもしれないですけど、うん、ああでも単純に俺多分バーバースタイルとかめちゃくちゃ似合わないんですよ。もうめちゃくちゃ似合わないと思うんですよ、うん、俺は。だから似合う人が羨ましいと思うし、うん、似合う人はそれをやった方がいいと思いますし、うんうん、だからその人に合ってるっていうのが一番、服もかっこよく見えてくるし、うん、やっぱまあ大事です。正直髪型とかね、そういう小物使いとか、その服以外の部分でどういう雰囲気作りするかっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。バーバースタイルいいっすよね。いや、いいよ全然、うん、うん、人気ですしね、バーバースタイル今ね。お客さんも多いですし、バーバーに買うって人たち、うん、多いよね、はい。でも俺は絶対に似合わないですね、うん、そう思いません。そうダメだろうね。ですよね、うん、って言われたんでやっぱりダメだと思います、ね、うん、てか短くしたことないですよ、もうそこまで人生。ああそうだね、見たことない、生まれた時以降、うん、そんな短いのないですもん。そっか、はい、坊主もしたことないし、へえ、はい、比較的長めでしたもん、ね、その学校でも。なるほどね、はい、いつもキレキレ言われてたって、ね、はい、そうなんですよね。今年もチェスター出ますか。あ、今年はね、チェスター、あ、ワコマリアさんね、クーティーはチェスター出ないんですけど、ワコマリアはですね、ワコマリアからはチェスター出ます、11月予定です、黒のみで、無地裏地の方は8万9000円に消費税、レオパード裏地の方は9万6000円に消費税です。はい、11月に出ますね。あとファーのねチェスターコートとかも出るんですけど、こっちはもう18万9000円に消費税っていうね、うわ、ちょっといかつい値段になってますね。はい、コメント失礼いたします、ありがとうございます。コメント、天国東京の、リングで仕入れますか。もちろんでございます。今回ね、あの激推しです。ヌードリングいつも撮ってるんですけど、ね、今度ヌードリングを差し置いて今回は、天国東京リングとプッシーキラーのリング出るんですけどね、それはもううちはおすすめでご利用しでいこうかなと思ってます、はい、どっちも俺も欲しいですね、うん、サイトボトムスキンフェードしてます、うん、あ、いいじゃないですか、素敵、絶対似合わない俺のスタイルできて羨ましいですね。うん、めちゃくちゃ俺横刈り上げたらもうみんなに爆笑されて終わりですもんね、多分、うん、あ、すいません、クーティーです。あ、クーティーはそうです、チェスターは今回出ないですね、はい。アーティストはボフェスアンカー。いや高いのをね買わせるみたいな流れは良くないです。あんま良くない、はい、高ければ俺に買わせるみたいなね。まあでも実際ね、やっぱお客さんたちは俺が苦しんでる姿を結構楽しんで見てたりもするんで、てかお客さんたちも苦しんでるんで、これ欲しいけどみたいな、やっぱ常に葛藤してるわけですよ。だからお互いね、やっぱね葛藤してなんかこうケラケラ笑ってるみたいなね、やっぱこうね、
辛いことを共有するのってなんかこう仲間意識みたいなのが芽生えたりするんですか。そうか、はい、なんか苦しんでない店員よりは苦しんでる店員の方がいいのかなとは思いますね。はい、なんか説得力もあんのかなって、はい、俺は常に苦しんでますね。確かに、はい、これ欲しいなみたいな。親指サイズ出ますか、天国リング。あ、天国リングのサイズ展開はですね、天国リングは、15号から21号っていう展開です、うん、はい、でうちは全部入ってきます、うん、はい。親指がどんぐらいですかね。親指だめ21、細い親指だったら21とかでもいけるのかなっていう感じですか ね。まあ基本的にはでも中指、薬指、人差し指ぐらいのサイズですね、この展開で言うたら。そうだ、ね、うん、はい。でプッシーキラーと天国東京を俺重ね付けしたいんですよ。あ、じゃあこのファックユーリングとプッシーキラーを重ね付けしたいですね、うんうん、いいね、はい、ありがとうございます。天国リング欲しいんですが地元では仕入れなくてめちゃくちゃ欲しいんですよ。あ、もうぜひぜひうちで言っていただければ、はい、しっかり入ってきますんで、シルバーもゴールドも両方しっかり入ってきますんで。11月かな。11月ですね、はい、うん、でお値段がね、これがまたいいんですよ。9900円ですからね、シルバーの方は。ゴールドの方はちょっと高くなって12100円なんですけど、うん、まあ、どっちもシルバー925ですねにちょっとコーティングしてある分ゴールドの方が高くなるっていう、高い、はい、感じですね、うん、これ安いっすよね。安い、うん、これ重ね付けしちゃうよなって思いますね、うん、はい、ですかね。こう大丈夫そうですかね。あとはそうだね、はい、ですね、はい、ですね、はい。じゃあ今週はちょっとそんな感じで、はい、長々と本当にありがとうございます。また来週、ありがとうございました、はい、いろいろ入ってくると思うんで紹介しようかなと思います。でまた YouTube すぐ上げるんでぜひちょっとそっちでも見ていただけたらなと思います。ありがとうございました皆さん、本当に。ただ明日明後日と休みでしょうからね、皆さん連休楽しんできてください。はい、はい、うん、明日から仙台向かう伺うんで寄ってください。あ、本当ですか。いや、よろしくお願いします。はい、言ってください。あの秋さんっていうんですかね、 AKI さんですかね、うん、はい、であのコメントしたって言っていただけるとすごい嬉しいんで、そうですね、ぜひ言ってください。あの超絶お待ちしておりますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあおやすみなさいね。おやすみなさい。皆さんもありがとうございました。はい、やべやべやべ、終了しない。